ちゃん。こんにちは、ゆたかさん、はい。今日ちょっとジャイアンツなんですけど。また言われるよ。またジャイアンツかよみたいな。後ろ座ってるからしょうがないんですよ。そうしょうがない。ジャイアンツから。ただこの動画で取り上げたいネタが出てきてしまったんです。はい。まあ、巨人の絶対的な守護神というとやっぱり大勢投手。はい。その大勢投手がここのところやっぱセーブに失敗してるっていう試合が。はい、まあ、はい、続いていて、はい、で中でもその広島戦、松山に打たれるんだ。そうなんですよ、ね、だから切り札を持ってるんだよ、松山という広島は。そうなんですよ、その松山が必ず仕事をしてくれるという、ね、広島にとっては頼もしいんですけれども、避ければいいんだよな、歩かせるのかただ今季ちょっと大勢投手が、はい、おかしいぞというのがちょっとざわざわ言われてまして、まあ、中でもまあ球団関係者から一つ目は広島にその弱点を見破られているというふうに話す。なんだ弱点って。なんか攻略が広島が掴んでる、はい、癖を掴んでるというのを球団関係者で話されている方が、まあ、そうだね。まあでも各球団いろんなピッチャーの癖を見抜こうとしてるからね、はい、大勢だけではなくやっぱりいろんなピッチャーをもうスコアラーはこう見ながら癖を探したりとかしてる人もいるよ。だから大勢もあるのかもわからないよね、そういう意味では。そうですね、もしかすると。ただ俺はね、その癖云々というよりも大勢が投げてくる軌道が分かってきた。だから右バッターを抑えるけど左に打たれるという。そうなんですよ。ということは左のインサイドにまっすぐした球が投げれてないと思うんだよ。インサイドギリギリに投げるとかさ、はい、じゃなくてインサイド狙ったのが全部シュート回転、まあ、大体大勢はシュート回転するから、はい、シュート回転で甘め甘めに入ってくるから左バッターを打ちやすいとかね、はい、それとやっぱ大勢は大体の高さ一定の高さしかボール投げないんだよ、俺が見てるとね、はい、まあ、例えばバッターのベルトから低めには投げようとしてるんだよ、はい、で一番高いとこがベルト、うん、こう構えたベルトの付近から低め、その下がフォーク、はい、だからもうここら辺にもうボールがストライクゾーンがさ、まあ、こういう風にあったとしたら、はい、この下だけで勝負しようとしてるんだよ。ここもう本当にここだけなんですね。そうそうそう、ストライクゾーンが全部これだとしたらね、ここだけで勝負しよう。すごい絞られてますね。そうそうそう、だからそこら辺に焦点を合わせとけば必ずボールは来るわけよ、はい、それとフォークというよりもバッターたちはシンカーというふうに捉えるとやっぱ楽なんだよ。へえ。で、まっすぐ落ちないでしょ、はい、で、なんていうの、上から投げるフォークもフォークと思わないでカーブとかスライダーの位置づけで打つと気が楽なんだよ、はい、フォークっていうイメージってすごいポンと落ちるようなイメージがあるでしょ、はい、そうじゃなくてやっぱスライダーってこうグッと曲がってくるとか、うん、ね、カーブだとこうやって曲がるとか、はい、そういうイメージで捉えてると楽なんだよ、頭の中が。そうなんですね。フォークがあるよって、フォークの苦手なやつもいやあれスライダーだからとか、はい、カーブだからって言うと打つやつがいる。そんなに思考で考えてるんですか。いや、もう思考は描いてることが違うから。だから大勢の場合はフォークというよりもあれシンカーだぞって言うと俺打てちゃったよみたいな。広島はそう捉えてるのかもしれない。いや、まあ、そう捉えてるかもわからないし、だから俺大勢を見ててね、はい、まあ、確かにスピードで抑えてたよ、うん、だけどこれからはやっぱある程度見せ球も必要なんだよ、はい、長くやっぱプロでできる人っていうのは1年1年ちょっと変わった球種もいろんなことを覚えてくるよ、はい、でも大勢はやっぱ与えられてるところが一番抑えなんで、はい、一発も食らっちゃいけないし、うん、失点しちゃいけないところでしょ、はい、そしたらもうねここしか投げなかったのをここに投げてみるとか、はい、いろいろボールを散らさなきゃいかない、うん、だから俺はそこだと思うよ、はい、癖が分かってて 100% 打てるんだったらもうねプロ野球で対戦する人はいなくなる。そうなっちゃいますよね。で癖が出てるんだったら癖を逆利用することもできるし、はい、一回逆利用したら、うん、もうその癖は使えなくなるから、うん、危なくて、だから対戦も分かってるんだったら逆利用するとかした方がいいしね、はい、でやっぱ投げてるボールを例えば今までここをこういうふうに言ってたよね、はい、ここに投げたりここに投げたりやっぱね高めを見せないとダメ。低めじゃなくて高めで、うん、まあ、釣り玉っていうか、そういうこと。高めは大勢の球がより速く感じるから、うん、こう浮き上がってくる。そう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 、はい、だからね低い位置からやっぱ高めに投げてやると空振り率が高くなる、うん、それはもうダルビッシュの動画見てくれたら分かるけどさ、ね、今のだからそれを取り入れろっつうの。
もうそうですね、ここで絞るんじゃなくて、だからいくら速い球でも今はもうみんなついてくるから、はい、で何とかしようとするから、うん、そうじゃなくてやっぱ大勢の球を空振りさせる、三振で打ち取りたい、今もうフォークじゃないから、やっぱ高めだから、うん、ね、そうですね、だから高めも見せなきゃだめ、そこら辺をやっぱキャッチャーと、まあ、大城だったら大城が被るかもわからないけど、はい、そういうところも話し合った方がいい ね、 そうですね、ただ怖いんだろうね、高めに投げるの、一発打たれると同点だとかさ、はい、いやそうじゃない、もう今はもうここに限定されてるから、うん、打たれちゃうよって、うん、だからそこら辺を少しちょっと柔軟に考えていった方が俺はいいと思うんだけど、ね、そうですね、でそのやっぱりその大勢投手は、まあ、ストレートとあのフォークで、そのフォークが今までは手を出してくれてた、特にカーブ戦で手を出さなく見切られてフォアボールになってたりしてるので、そのフォークをフォアボールにこう変えているそのカープ打線というか、いやいや変えてんのかどうかっていうよりも、うん、大勢のフォークはほとんどボールなんだよ、8割方ボールだから、だからそこでは止まろうっていうふうに言ってるんだと思うよ、ということ今までは振ってくれていたの、だからそれが、うんうん、それがストライクを取れるようなフォークも投げるようになってくると、はい、また今度は振らざるを得なくなってくるから、そうですね、うん、だからその割合を出してみてどうなのかっていうと多分分かると思う、で高めにどのぐらいいってるかとか、はい、ね、そういうことを割合を見ると、うん、あのダメだね、そうですね、でね、青柳がねこの前 DeNA 戦に勝った、はい、でその時にやっぱ最初立ち上がり悪かったんだよ、で左にやっぱり左って高いんだよね、もちろんそうなんだけど、それがね佐野に対してのインサイドで見逃しの三振取ったんだよ、これを見た時に青柳の調子が上がってくるなと思ったら、やっぱ8回ぐらいまで投げれたんだけど、やっぱね打たれる左に対してインサイドをつけるかつけないかだよ、やっぱシュート回転自分がする、甘いところに行く、打たれる、これも当然のことだから、はい、うん、だからやっぱ左にきっちりしたあのシュート回転のないボールだな、はい、それがピシャッと決まるようになってくると、また大勢も復活してくる、まあ、大勢投手ほとんどやっぱシュート回転して真ん中に行く球が多いですか、左、まあ、比較的多い、ビシッと決まる時も、まあ、あんまりない、少ないですか、やっぱりインサイドには投げにくいのかもが彼は、でもそこをやっぱこう生命線として考えておかないと他のボールが全く生きないということ、そうですね、これ短期間でそういうふうに立て直したりとか習得して実践マウンドでっていうことは可能なんですか、だから、まあ、例えばその大勢がちょっと曲がるカットボール、はい、スライダーじゃなくてカットボールがあるんだったら、うん、カットを投げるといいと思う、左バッターに対してカットってシュート回転しないんだよ、そのままじゃないとカットって言わないから、そうですね、いやだからもう本当ってこのぐらいでいいからカット投げるイメージで投げてるといいと思う、うん、そうすると俺は思う、それは今すぐにでもって変ですけど短期間でパッとできる、できる、いやだからカットを投げれるんだったらね、あ、うん、そうですよ、それが条件です、そうそう、だからね大勢のボールをね一発打つってねなかなか難しいよ、うん、本当に、だけど投げてる本人は怖いんだろうね、この一点を守らなきゃいけないってなるとさ、うん、やっぱ安全に外の低めになっちゃうんだよね、で例えばセントが、それでねカウント悪くして、うん、フォアボールだとか、はい、甘くいったボールを打たれるとか、うん、まあ、ちょっと悪循環が起こってるはずなんだよね、うん、だからそうじゃなくて大勢のボールを持ってして、うん、まだ全然抑えなんかできるから、うん、もう楽勝に、うん、だからそこら辺は少し考え方とか配球だとか、まあ、そういうことをね怖がらないで考えた方がいいよ、昔はねそのホームラン打たれないためにアウトローだみたいなエッジリーグ行くんじゃねみたいな言うけど、今ねもうパワーあるしアウトローでもちょっとでも間違えたら持っていかれるから、はい、でもそこ持っていくための伏線は張らないと絶対ダメだから、はい、だからそこら辺はうまくやった方がいいのかなっていうふうに俺は思うけどね、そうですね、うん、やっぱ誰しもがとこう 2年目の壁というか、まあ、2年目とか3年目とかね、まあ、そういうところをさ長くやるとやっぱ覚えられるし、球道も覚えられてると、まあ、なかなか同じような球道では抑えが効かなくなるということだよ、はい、だから安明だって苦労してるし、栗林だってねやっぱこう少し体もへたってきてるしね、だからそういった意味では何か工夫が必要だよ、うん、いや本当に、はい、だから大勢なんていうのは本当に変則でね、もともとタイミングの取りづらいようなそういうものも持ってるし、はい、でボールの力もあるし、
三振取れる力量もあるし出力も高いし、だからそしたらあとは何をやらなきゃいけないかって言ったらもう答えは一つだよね。あんまりまとまらないということだ、ばらけりゃいいっていうことだ。そこですね、うん、ばらけて基本的にあそこで決めるっていうのを決めとけばいいんだよ、うん、そうですよね、うん、ここからね投球が大勢投手どういうふうに変わっていくのか楽しみにしたいですね。だから、まあ、2試合やられてね1点差を守れなくて少し自信がねっていうか本人の勢いが止められてる部分があると思うんだよ、うん、大丈夫大丈夫背中を押してやらないと。もうそうですね、そう、うん、大丈夫大丈夫できるできる、うんうん、はい癖が分かってたって大丈夫だからもうそこはもう関係ないですね、うん、あとはなんだったらまっすぐ行くから打ってみろみたいな、うん、そんな感じ。もう逆に開き直ってあ、うん、次フォークだよフォークフォーク投げてやれよそうですね、でもそれじゃ打つな、まあ、確かにそうですねはい